旭川市がデザイン創造都市であることを広く浸透させることなどを目的に、市役所の広報物などに統一感のあるデザインを使うデザインシステムを導入することが記者会見で発表されました。旭川市が導入したデザインシステムは、気象の要素をもとに作られたデザインのルールと仕組みのことで、石川チーフデザインプロデューサーが期待される効果を説明しました。一つ目が、地域の魅力が横同士でつながり、統一感を持って伝わる。二つ目が、市民の皆様に市役所のさまざまな活動がしっかりと効率的に届いていく。三つ目がですね、市職員の皆さんの働き方が今以上に創造的かつ効率的、そしてそれが伝わっていくものになっていくという意味で効果的にもなっていくという三つを目指しています。まずは市の職員の名刺や封筒などに活用して市民への浸透を図り、その後民間での活用へとつなげる予定です。令和6年度旭川市消防団消防訓練大会が先月23日に総合防災センターで行われました。各地域の消防団が一堂に会した大会では、ホースを決められた手順で展開してポンプにつなぎ、家庭へ放水する訓練を行いました。団員たちは安全確認をしながら手際よくポンプ車を使った放水訓練などを披露していました。練習が長々と2週間練習してました。まあボランティアみたいなものなんですけど、みんなの安全を守るためにやってます。指揮者の号令で規則正しい行進を行う招待訓練も披露され、消防団員は改めて団結を深めていました。国内最大級のラジオ体操イベントである1000万人ラジオ体操みんなの体操祭が8月4日日曜日、旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場で開催されます。好展示会場のみ7月21日までに事前予約が必要です。詳しくはラジオ体操ポータルサイトをご覧ください。